尾形健、1937年7月20日東京都生まれの俳優。その深みのある演技で数多くの映画やドラマに出演し、日本の映画界に大きな足跡を残した。彼の人生は2008年10月5日71歳で肝癌のため栃木県下津名郡壬生町の獨協医科大学病院で人生の幕を閉じた。尾形さんは自宅で体調が急変し、前日の10月4日に肝臓破裂の緊急手術を受けたが、翌日に亡くなった。彼の最後の瞬間は家族と長年の友人である俳優の津川雅彦さんに見取られた。尾形さんが津川さんに残した最後の言葉、お前体大事にしろよ、良い映画たくさん作ってくれよな、治ったらうなぎ食いに行こうな、白焼きをな、という言葉は彼の人柄を色濃く表している。これらの言葉は医者から危篤を宣告されている状況とは思えないほど明るい口調で語られたもので、彼の人生におけるポジティブな姿勢と生涯を通じて映画を愛し続けた情熱を示した。